こんにちは、粟田洋介です。今日はこの間作ったこのキャンバスに油絵の具で絵を描いていきます。動画を作るときいつもアクリル絵の具で描いてるんですけど、油絵の具は乾くのに時間がかかったりいろいろな意味で大変なので、ちょっと動画を作るの避けてたんですけど、今日はその油絵の具で絵を描いていこうと思います。油絵の具で絵を描くのにこのバケツの水は必要ないんですけど、猫が水を飲むためだけにちょっとバケツの水を用意しました。これせっかくグリーンのキャンバスなので、ちょっとグリーン系の色中心の絵を描いてみようかななんて思っています。もしかすると気が変わるかもしれませんけど、このメディウムを混ぜると乾燥が早くなります。この辺まで描いたんですけど、一旦ちょっとお休みします。アクリル絵の具だとちょっと乾かしてってとこなんですけど、油絵の具なのでちょっと勝手が違います。次はグリーン以外の色も足していこうと思っています。2時間ぐらい経ったんですけど、触ってつかないぐらいに乾いています。このメディウムはすごい早く乾くんです。では続きを描いていきます。
今途中の段階なんですけど、またちょっと時間を置いて書こうと思います。翌日になりました。だいたい16時間ぐらい経ちましたかね。すごい乾きました。乾燥したからといってラッピングするとか額に入れるっていうレベルじゃないんですけど、絵を描くのに重ね塗りするとかなんとかっていうレベルではもうすごい乾燥しています。このメディウムを入れたので1日で結構乾きました。ちょっと言い忘れちゃったんですけど、このキャンバスは前回の動画でこのトートバッグの布を使ってここに貼って作ったキャンバスなんですけど、この薄さが描いてて気にならなかったし、ツルツルに仕上げてあってすごく描きやすいです。というわけでもうちょっと手を加えて仕上げに入っていこうと思います。絵が完成しました。これは水辺に住む人々というタイトルをつけました。半年以上ぶりに油絵の具を使って絵を描いたんですけど、私は普段アクリル絵の具の方をよく使って絵を描いています。で、たまに油絵の具とかで絵を描くんですけど、なんで油絵の具を使うかっていうと、なんとなくなんですけど、仕上がった感じが、これはアクリル絵の具で描いたものなんですけど、振ってみるとね、あんまりわかんないんですけど、直接見るとやっぱり違います。油とプラスチックの違いって感じですね。私は何種類かの画材をたまに変えて使っています。アクリル絵の具、水彩絵の具、油絵の具、ワッシュとかペンとインクとか、最近はそういうのを一番よく使ってるんですけど、変える理由なんですけど、いつもと違う感覚で絵を描くって感じなので、いつもと違う表現方法を発見するっていう感じで、水彩絵の具を使った後にアクリル絵の具とか例えば使った時に、水彩絵の具でこんな風にやったから、アクリル絵の具で今度描く時も同じように試してみよう、その逆もあって、アクリル絵の具でこういう風にできたから水彩絵の具でこうしてみようとか、まあできないこともあるんですけど、いろんな画材を使うとなんか違う角度で表現方法を発見したりするので、私は何種類かの画材を使っています。画材をそんなに揃えるっていうのは大変なので、まあ、あとは好きなものと嫌いなものがあるんで、私の場合5種類ぐらい、まあそんな感じで使ったりしています。あとは油絵の具で描くと結構高級感が出るので、そこも気に入っています。というわけで今日は布を使ったキャンバスに油絵の具で絵を描きました。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。